おはー、タカでーす。そして今日はですね、最後2021年の終わりということで、ゲストにミミさんと、そしていつもビデオをね撮ってくれてルーラさんに来て、3人でね、対談したいと思います。で、今日この会場ですね、個性的な、ね、お店が立ち並ぶあのモンサラット通りに、最近できたアロハカフェパイナップルハワイというお店でですね、場所をお借りして、今日はこちらのインタビューを進めていきたいと思います。今日どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。デジタルマーケッターとしてね、今のハワイと日本をつなぐという意味でね、はい、ここのお店ともリンクするんじゃないかなという思いでね、今日ここを選ばせていただいたわけなんですけれども、はい、今年のね総集編という形で、振り返っていきたいと思います。今年ね、ミミさんにインタビューさせてもらった時に、4本動画作らせていただいたんですけども、総視聴数4本作ったんですよ。8000回超えたんですよ。で、いいねが300超えたのかな。もうね、ぶっちぎりです。今まで作ったビデオの中でぶっちぎりで、もミミさんのところがもうズバ抜けて、評判も良くて、で、各の友達とか関係者からもっと話聞きたいと、で、日本にいる人たちも本当来て会いたいと。ただね、またこのコロナでせっかくね、観光がまた元に戻りそうな時にまた新型が出て、ちょっとね、厳しくなってしまったんですけれども、はい、ということでね、今回その締めくくりということで、はい、もう一回でミミさんにお話聞こうと、はい、今年はどうだったのかと、はい、そして来年の展望もね含めて、はい、話を聞いていきたいと思います。はい、今日どうぞよろしくお願いします。はい、で、ね、そのデジタルマーケットとして、またね、さらにコロナがデジタル株、デルタ株、そしてあと今回オミクロン株と、はい、もうハワイにものすごい打撃、日本にもね打撃与えてますけれども、ミミさん的なその仕事としてはこうどんな感じで。私の仕事にも、仕事的にもですね、やっぱり大打撃がありまして、前回お話しさせていただいたそのキッズクラブの、はい、そのキッズクラブに投資をしてらっしゃる方々の方にちょっとトラブルがあって、そのプロジェクトが一回なくなりました。そうなんですよ。なので、そうですね、まあ、2年ぐらいかけて計画をしてたものなんですけれども、まあ向こうの事情で、続けないっていう風な判断が出たので、じゃあと思って、私自分にこれはいい機会と思って、その今までずっとそのコロナ中もみんなサーフィンし続けてたじゃないですか。もう本当私あれ羨ましかったんですけれども、僕買いましたけどね、途中でやめました。やめました。でも皆さんも朝から晩まで海にいてサーフィンして、波も良くてすごい羨ましかったんですよ。なので私も、あ、これはラッキーと、もうこれは私もちょっとスローダウンしようっていう風な機会として捉えて、その時に、その私コロナの時にあまりにもその体を動かさなかったこととかがありまして、やっぱり10キロ以上太っちゃったんですよ。そうなんです。なので、この機にまず自分を元に戻そうと、あまり自分にすごくいい感じがしてなかったので、まず自分のことをこれからはケアしようかなっていうのを決めて、まあその2021年の後半は自分にを、その何でしょう、自分を直すようにフォーカスをしていったら、やっぱり断捨離と一緒で自分のいらない肉とかがこうポンポン落ちていくと、その分いいお話がすごく入ってくるんですよ。いい人間関係、いいお話が。なので、そのスローダウンしようと思っていたら逆に忙しくなって、今までそのやりたかったその子どもたちがもっと手軽にそのサーフィンをできるっていうワンプロジェクトをやりたいなっていうのがあって、もう頭の中に全部あったら、じゃあ全くそれをやりたいっていう方が現れて、はい、じゃあ一緒にやっていこうっていうことになったんですよ。素晴らしい。そうなんですよ。なので、またこれから新しいスタートで、はい、ただやりたいそのゴール、目的というのは一緒なんですけれども、始まります。それはサーフィンの、サーフィンの、それでその体をトレーニングしてる時に、はい、やっぱり私何やってたんだろうと思っちゃったんですよ。その、ね、大学院卒業して、じゃあマーケティングの方でやっていくって決めた時に、まあ、やってたんですが、でも私の一番のキーワードってサーフィンが入ってたのに、なんで私サーフィン何も関わってないんだろう、体を動かしてたら楽しくて、その思いが
蘇ってきて、その、ね、体を動かすことで、私やっぱりサーフィンもする仕事をしたいなって思った時に、そのキッズクラブはマーケティングの方だったんですけども、自分が教えたいっていうのもだんだんこう思ってきたんですよね。そしたらちょうど今ワイキキにあるサーフショップとサーフスクールなんですけれども、はい、そこが、まあ、行列ができるほど忙しい、うん、お店があるんですね。で、そこはすごく行列ができるほど忙しいんだけれども、空気が悪いというか、そのやっぱりその、なんていうんだろう、すごくいい選手が集まり、すごくいっぱいお客さんが集まり、うんうん、もうものすごい方々もいっぱいいるのに、やっぱりそのサーフィンカルチャー、うん、昔ながらのサーフィンカルチャーってちょっと悪い部分があるじゃないですか。はいはい、そういうのも思いっきり出てて、逆に私はそこが、そういうところが好きなんですね。でもそれをじゃあ、まあビジネス化しなきゃいけないって言った時に、ちょっとこう綺麗にしていかなきゃいけないっていうのがあって、その部分のマーケティングとそのキッズプロジェクトを同時にやらせていただけることになって、はいはいはい、すごい楽しみなんですよ。素晴らしい。すごい楽しみなんです。もうお店はオープンはしてるんですね、はい、お店はもうずっとそこにもうね20年30年近くあるお店なんですけれども、はい、そのプロジェクト自体は、この夏までにその、うん、まずはですね、その今のこの状況でやっぱりマーケットを見ていくと、やっぱりメインランドのお客様が多い、はい、あとはローカルのお客様が多い。でこのコロナで学んだことっていうのが、やっぱりその地元の人に愛されるビジネスが存続し続けるっていうのをものすごく見たので、はい、まずはそのローカルが第一、はい、でその後にメインランドにも多いお客様を見て、それでもし日本の方々が帰ってこれた時に同じサービスが提供できたらいいなっていうふうには考えてます、うん、なるほどね、はい。そう、え、子供は何歳からが対象ですか？それ。子供はですね、私が今考えているのは本当は5歳からにしたかったんですけれども、 あの、やっぱり小学生、こっちでいうエレメンタリースクールですね、はい、まあ、キンダーガード年長さんから、まあ、13歳ぐらいまでの子をターゲットに、例えば今そのコロナになって、うん、あまりにもそのデジタル化が進んだことで、もう皆さんスクリーンタイムが多いんですよ。確かに、ね。でそういう子たちが学校終わった後も、そう、ズームとか、何でもかんでももうスクリーンタイムで、はい、宿題もスクリーンで、そう、なのでそういうなんかワンオンワンの、そのアフタースクールの、アフタースクールも今入れないとかが多いのご存知ですか、うん、うちの息子も入れないんですけれども、そうなんですよ。その要は学童が入れなくなってしまってるから、その代わりにその学童的なことを海でできたらいいなっていうのを思ってます。なるほど。そうなんですよ。まあ、あの今までそのマーケット、まあ、マーケティング的なことを考えると、そのやっぱり日本のお客様、私の仕事っていうのは日本の方にこっちのお話をお伝えしたいっていうのを思ってたんですけれども、うん、今その日本のマーケットがないじゃないですか。でそれを見ると、あの実際に今何人今年来たかっていうと、うん、メインランドからのお客様が500万人、お、日本からのお客様が19,000人ぐらいなんですよ。もう2万弱来たんですよ、ね、そうなんです。でも30分の1なんですよね。確かに確かに。そうで、その日本のお客様ってその、まあ、あのね、さっき物販のこともちょっとね、あの、はい、お話しした時に、日本のお客様は60ドル1日使うんですって今年、はい、だけど、うん、あのメインランドからのお客様はショッピングで28ドル、約30ドル、だから半分なんですよ。だからその半分のお金でも500万人がいるのと、うん、倍使ってても1万9000、2万人しかいないと、そこでやっぱり15倍ぐらいの差が出ちゃうんですよね。なので私も今回はこの状況に臨機応変に対応するために、今までは日本のお客様をマーケットで、メインの主要マーケットで見てたんですけれども、はい、今はローカルの方とメインランドの方に、うん、はい、あのターゲットを変えて動いてます。素晴らしい。それのデジタル的には、例えばこうどっかに配信してるとかっていうのは、はい、まだですね。で今回、今まではそのデジタルマーケティングっていうのにものすごくフォーカスしてたんですけれども、もちろんそれはそこはあるんですね。ただ今回はそのデジ、そのさっき言ったスクリーンタイムとかが増えたことで、デジタルじゃない部分で、はい、そのできる経験をお客様に提供して、まあ、その分の経験のお話をデジタルでシェアできたらなっていうのは思ってます。 そう、なのでその集客をするメソッドではなく、本当にその
こっちでやっていただく経験をシェアすることをマーケティング、デジタルマーケティングで。アナログでやったことをデジタルでシェアしていく。うんうん、そうですね。そういうなんか少しやり方を変えて変えます。素晴らしい。はい。ね、すごい高さんの写真が、ね、キャルに。方向転換されてますもんね、はい、からね。あのね、そうだから僕もその、ね、撮影が僕の最終商品なんですけれども、まあ、その撮ったものを逆に今度は販売してみようっていうことで、まあ、コロナになってから撮影がない分、そのショピファイを使ってそのなんだっけ、オンラインショップですかを立ち上げたり、で、まあ、この YouTube をきっかけにね、あの動画の方もあの学びながら、編集も学びながら、で最近ドローンも買ってドローンも学びながら、どんどん活動を広げて、で写真をやりつつ、あの空いてるところでまた違う勉強をさせてもらって、それを配信させてもらってる形で今ね活動はさせていただいてるんですけども、はい、あの僕もねちょっといい話があったんで最後にね番宣させていただきたいと思うんですけど、はい、そうそう。で、あのそのね、ごめんね、話戻すけど、そのサーフレッスンは、まあ、夏ぐらいからスタートするということで、まあ、夏休みのあれですよね、イベントにもありますよね。そうなんですね。夏休みまでに立ち上げられたら、そのローカルのファミリーの方、やっぱりその夏休みが始まって長いじゃないですか、こちらの夏休み。それでサマースクールとか、ね、そうなんです、入れないとかもあるんですよ。もう去年なんかサマースクールさえも入れなくて、そうなんです。そこでその海にその、ま、お母さんとすぐ海にポッと子どもたちを落として、うん、そのサマースクール的なことをできたら嬉しいなっていうのを思ってるんですね。で、初めはもちろんそのローカルの方々を優先して、でその後メインランドの方々を、まあ、もしあの、ね、やりたいっていう方がいたら入っていただいて、もしその時にね日本からの方々が来たら、まあ、入っていただけたら嬉しいなって、その気づいたのが私あの、去年あの私の恩師であるベーナイパーが亡くなって、はい、今年お葬式をしたんですよ。そうなんです。今年そのお葬式パドルアートをした時に、はい、すごくやっぱりいろいろな方々からの話があって、で一人あのベサニン・ハミルトンってあのサメに腕を、ね、食べられて亡くなった、はい、あのベサニンのソウルサーファーの子の、はい、まあ、あの彼女がその時に試合で撮影か何かでいなかったので、お父様がいらした時にやっぱり彼が言った言葉がものすごく深くて、そのベンはサーフィンを教えるっていうことはなかったと。何を教えたかっていうと、信じ込ませることをした人だ。だからそのベサニーとベンが一緒にこのコーチングを始めた時に、ベンの一言で気づきがあって、そこでベサニーはいけると思ったみたいなんですよ。もう私はプロになれる、トップになれる、いける。でもその感覚って私も実は同じ時にコーチングを受けていて味わった感覚 でその他にもいろんな方々がいろんな自分の話をまあシェアする機会があったんですけども、みんな同じことを言うんですよね。なのでそのあよく考えた時に、日本人でそのベンの最後の方の人生コーチングをここまで受けたのって多分私自分だけじゃないかなっていうふうに気づいたんですよね。その時にじゃあベンが今まで教えてくれたことっていうのをアウトプットしていきたいって思ったら、はい、もう本当にそのキッズにサーフィンたちを教えていく、別にサーフィンを教えるんではなく、サーフィンを通して何か気づかせるっていうことを、ベンが私にやってくれたことをアウトプットできる場所っていうのが、うん、あの作りたいなと思ってやろうと思います。メンターだったんですね。メンターですね、まさにメンターです、はい、本当ですね、はい、しはい、そっか。いやじゃもう、でもその最初はもうロングボードからショートボードから、いやもう本当にビギナーですよね。もうビギナー、そうです、はいはい、それでも自分たちでできる子たちはもう勝手にお気に入ってもらってもいいと思うんです、はい、もうどうぞどうぞ。ただその問題って、その海で見てる人たちっていうのが親もできないんですよ、忙しいし。あ、確かに。そうなんです。私自身も友達のね、あのお母さんがみんなこうハンガーアウトしてるところに息子を下ろしたりとかもよくあるぐらいなので、そういう機会を、まあ、作っていけたらいいなっていうふうには思ってます。うもうぜひね、実現したら僕自分の息子入れます。あ、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひそう、なんかその、ね、海の中ってものすごく面白くて、やっぱりその波長っていうのがあるんですよ。だからその
波長がまあ短くなれば短くなるほど波が割れる回数が多かったりとか、その波の流れ、そのいくら流れがあるところで一生懸命がむしゃらにパドルしても沖に出られないし、そうだからカレントって言って、そのこういう風に流れてれば、じゃあこっちから流れてる方に行ったらね、あのアウトに行きやすいよっていうの、それすごく人生と重なる部分があるから、そういうことを海のねサーフィンとかで教えてあげられたら、はい、子供たちなのか自分がそうだったんです。私がその気づかせてもらえたのってサーフィンのそのベーナイパーと私の親友のメルっていうビッグウェブサーファーがいて、もう一つその KCC の学校、もうここからすぐ本当に近くなんですけど、 KCC の先生たちに結構気づかされたことが多かったんですよ。なのでそういうことをアウトプットしていきたいです。ぜひぜひアウトプットしていきたいですね。息子に吸収させてもらって、はい、よろしくお願いします、はいはい。